天心と一緒に広島に来るんですよ。こんな近くに山に行って神社行ったりとか温泉行ってご飯食べて帰ってくるみたいな。もうしょっちゅうやってますね。いいね。それ歩くの好きでずっと歩いてますね。東京行ってずっと歩いてます。こんな近く。これは前来たのかな。ただ通り過ぎちゃったんだな。多分あそこはあそこら辺で。草木湖だったら来たけど、あの時に通って多分このまま行くと日光行っちゃう。日光行ったのが17号だから違う。いつもの家族サービスです。ありますよ。まだ先だ。まだ先だ。あと2分ぐらい。これじゃない。これじゃない。白樺署。これじゃない。これじゃない。もう少しで着きます。なんかこういう食堂ばっかりな、こういうな。なんか結構人気あるみたいな。こんなとこ私は来たくないな。なんか文句あるじゃん。だんだん癖が分かってきてる。なんか言うと動画でもいつもていうか、こいつなんか文句言いたいことあるから黙って黙ってなくてもいいよ。喋ってもいいけど人の名前は呼ばないで、それと人のことは言わないで、そうすると動画の中で入っちゃう。注意してもすぐ出る。あと1分。そこに行けばさっきあったじゃん。ああ、あれか。お前よりのいいと。でもあれだよ、あれ。あの看板出てきた。あの看板出てきた。あるとしたら左だよね。そう、左、左。この地図だと左。誘導してくれてる。うん。高評価コメントも。こんな批判コメントも。訪問日時が2018年5月で投稿日が2019年9月19日。1年後の投稿でした。某旅行サイトの口コミで投稿されていましたが、この投稿者さんは評価1でした。口に合わないのはしょうがないですが、某サイトの口コミに書かなくてもいいのではないでしょうか。そして店員さんから残すのもったいない。だったら最初に言ってよねと言われる。食べてみないとわからないのは当たり前ですよね。対して美味しくないから残したんだよと言い放つだそうです。口に合わなかったんだと思う。いくら美味しくなかったとしても、それを言葉にするものではないと感じるね。その時の店員さんの態度も問題だけど、さほど騒ぐものでもないような張り紙が貼ってあったんだしね。美味しいもつ煮屋さん紹介してよ。それからも次のお店の投稿なし。ないんだな。嫌な投稿を目にしたよ。俺なら言わないけどね。すいませんと言って去るし、そういうお店には二度と行かないようにする。皆さんはどうでしょうか？私は美味しかったですけどね。味覚は人それぞれですね。やだやだ、ネットは怖いね。評価1箱の方と合わせて2人だけでした。かなりレア。じゃらーん。エンド。